どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、ドドン。自衛隊に入隊しても定年確定じゃないの？はい、ということで、こんな質問が参りましたので、お答えさせていただきたいなと思っております。定年まで働けるのか、まあ終身雇用ってことですよね。そうですね、はい、入隊したら終身雇用じゃないの？まあ普通はこう考えますよね。だからまあ、特殊ですよね。うん、入ってから噂で、後から聞くのかなっていう人もしかしたらいるのかな。あれはね、広報にさんに言われた場合はいろいろ質問とかして、そうか、やだけど、あらかじめ自分からガッて行きたいなりたいって言ったら、そうか、入ってこない情報かもしれない。たまたまね、知らない方もいらっしゃる、たまたまいらっしゃるってことですよね。定年だと思って入ったら、というパターンもあるかもしれない。陸曹候補生で入っても、っていうのをね、陸曹候補生で入っても確定ではない、確定ではないっていう。自衛隊っていうのはまずはね、任期制なんです。その間に試験に合格して、ある一定の階級を超えると、そしたら終身雇用になりますよというシステムです。はい、自衛官候補生受けた場合ですよね、はい、それ任期っていうのはね。そうですね、まず陸からご説明いたしますとですね、まず入隊しますと、自衛官候補生、最初の、2年、これが1任期、でこう1任期を2年として、およそなんですけどね、2任期要は4年、3任期これで6年ですよね、理想的にはですよ、2任期以内に受かれよと、その試験に、試験と面接、受かると、陸曹教育、で陸曹になる、で3曹になる、これで、終身雇用が確定、ということです。ただですよ、今2任期って言ったじゃないですか、僕らの時代6年3任期できたじゃないですか。いや、俺の先輩4任期いたからね。すごいね。千人師匠だ。千人師匠だ。4人聞いた。すごいわ。いた。でも本当にやっぱ珍しいパターンだった。珍しい、それは。あんま聞かないな。普通はですよ、2人気で見込みがないと切られるというルールがあるんですよね。え？普通、僕らの時は、まあまあやる気出せば、3人気いけたじゃないですか。3人気の先輩結構いたよ。いたよね。いたいた。でもね、メッセージで来たんですけれども、はい、2人気で、まあまあ受かりそうな。一時は通ってんの、筆記は通ってんの、なのに面接で落ちちゃったと、2人気でだよ、なのに2人気目でちょっとおやめなさいと言われています、焦ってますというメッセージがあったんですよ。じゃあビビっちゃうじゃないですか。いやいや、だからね、今ね、もしかしたらそのちょっと2人気目でもね、切られるパターンもあるんですよ。だから頑張った方がいいって、頑張ってください本当、はい、いやでも枠とかいろいろね、要素がね、まあね、あるんですよ本当。会は食うもある。海空はですね、ちょっとシステムが似ているようでございます。1人気目が3年。はいはい、これはちょっと違うことですね。1年違う。1年違う。1人気目は3年。およそね。2人気目から2年継続になるみたいです。あ、では多分こちらも2人気以内で受かれよ。受かれよと。ってこと、理想的には、で、本当に見込みあれば3人気いけるよということですよ。で、その3人気以内に受かれよと。それがマックスっすよね。4人気はね、あんまないと思うんだよ。だから3人気以内に、受かれよということです。だから高校生で入った方、僕らが言われたのは、10分の1残るよと言ったんですよ。そう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 、いろんなパターンあるけどね、残りたい人、望んで辞める人の、まあ、省いたら1割残るっていう感じだけどね。同期も割とね、3層いますもんね。3層いますね、まあ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 、もう2層か、2層、2層、だからもう頑張って4年っすよね。頑張って、そうなんです。だからまず入ったら、まあ陸だったらね4年、海空だったら5年以内に、まあその自衛隊の勉強して、あと面接、まあ普段のあと訓練のね、部隊長の強化、評価がね、中隊長とかの中隊内の評価もあるから。そう、まあ結果から申し上げますと、任期制でございますので、まずは3層になることをね、続けたい方は目指していただければ、定年までできますよということでございました。まあだからあれですよね、高校生で入るよりはもっと上のだ、まあ、例えばですよ、極端に言ったら膨大、膨大とか、あ、そうだね、確定入ったら、そうそうそう、膨大から入れば確定だし、幹部試験で入れば、幹部っていうかね、膨大じゃないのもあるよね、あるある、確定でございますから、はい、はい、ということでございます。最初にガーって勉強して決めるか、あとそれはもう高校生で入って、めちゃくちゃエリートコースで行って、一選抜でいくか。で、自衛官候補生から入ってですね、まあ、伝説の2佐まで行ってほしい。限界が2佐と聞いたことがある。聞いております。ね、聞いております。一番下から入ったら2佐が限界と聞いてるから、ぜひね、2佐を目指してほしい。ということでございます。今入った方ね。はい。ということでございます。本日はこれまで。それじゃあまた。